はい、おはようございます。今日で、今日でね、ちょっと時間っていうか、日数が空きまして、今日も2月の最後の日ですね。28日になって13回目、28日のもうだいぶ空きました。もう1週間以上空いてるかな。久しぶりです。今日28日の13回目ですね。よしこちゃんです。よろしくお願いします。ちょっとこれ火あれが入りますね。いっか、大丈夫か。火がいいですね。画面上ではこの辺がちょっと、はい、じゃあよろしくお願いします。じゃあ店主がいます。はい、で、さっきちょっと撮ったんですけど、今月、まだ今月というか3月になってないんですけど、店主がいるタイミングで今月の、3月ですね、おすすめ記事はこちらです。ドン。はい、さっきも言ったんですけど、ちょっと僕は覚えてる範囲で喋るので店主間違ってたりしてください、はい、杉本さなえさんの記事ですね。サーカスナイトっていう名前らしいです。ちょっとね、色がね、2色いろいろあるらしいんですけど、うちはお前の店ではこの2色が店主がいいなと思って仕入れてるのはこの2色ですね。ライトグリーンとこれがアイボリーかなーっていう感じで店主が言ってました。コットンリネンシーチングですね。はい、コットンリネンシーチングで、ちょっと薄めな感じでもあるけども、もういろいろ洋服とかでもいけるんじゃないかなと。まあ、ちょっとずつ暖かくなってくるから、で、素材感としてはいい感じかなと思います。でも透けないしね。透けないから洋服とかでもいいですね。どんな服がいいですかね、店主ね。どういう感じの、それ取り出さなくて、店主の主観でいいですよ。洋服乗ってるんですよね。ああ、洋服乗ってる、あ、それ見せてもいいやつ。カタログ、ちょっとカタログ。カタログを。ええー、ああ。これじゃないの、これ色が違うけど、これじゃない。あ、そうですね。この形可愛いなと思って。いや、ちょっと待って、もう画面に載ってないので言わないで、これですね。これもですね、こういうバッグとか、これちょっと見えないですけど、この服、これちょっと色が、この色はないんですけど、色としてはこの色とか、まあ、これはちょっと、この手が映ってる、こういう、この色とこの色ですね。ね、こういう感じの。まあ、これを額に入れたりっていうのもあるし、こう、こうね、店主が多いと言ってますけど、洋服だったら、まあ、この色一緒ですよね。これね。店主がさっきかわいいって言ったのは、この襟がかわいい、ちょっと大きめの襟のこれがかわいいと。あ、杉本さなえさん言いました、僕言いましたね。杉本さなえさんのサーカスナイトね、という記事のを今月の店主のおすすめ記事ということで、インスタグラムも昨日上げたということをさっきも言ってたので、そちらを見ていただいて、オンラインストアはちょっと上がってなさそうなので、そのうちもう今すぐにでもという方は DM 等で店主にメッセージをしていただけると、110センチ幅で、50センチ単位で販売可能と。で、価格が1650円、1メートルが1650円の単価だそうです。間違ってないね。間違ってない覚えた、今聞いたことパッと記憶の範囲で言いましたけど、このね、あの店主のね、これ店主が好きな感じです。皆さんお分かりだと思うんですけど、あとこのこれなんか墨の墨汁と赤の墨っていうのがあるんですかね、それだけで書かれてるテキスタイルデザイナーさんというよりもイラストレーターさんよりなのかな、そのイラストを使った記事が出たという感じでしょうね。僕が勝手に今言ってます、ご本人じゃないのでね。で、杉本さなえさんのサーカスナイト、いいですね。もう覚えたんじゃないですかね、だいぶ今喋ったんで僕がね僕がだいぶ覚えた気がします。以上かな。いいですね、はい、で、これを今月、あのビジュアルポエトリーもね、あのオンラインストアで買っていただく方がね、いっぱいいらっしゃったりして、本当見ていただいた方かもしれないし、ありがとうございます。今月はこれをね、おすすめ記事として毎回紹介しようかなと思います。はい、じゃあ次行きましょう。ちょっと久しぶりなんでね、刺さないと
刺さない刺さないとという感じもしているので刺しましょう。で電子に電子がないんですかね、なんか久しぶり、あ、そうです、そうでした、緑園店だ、そう、緑園店もね始まって全然差し越してないから紹介できてないんだけど、ボリューム9ですね、ボリューム9が今宮崎店が3月の3日が最終日で今開催中で、今日が2月28日なので、あとは今日は日向の営業日でして、明日かな、もう明日あと3日かな、あ、そうですね、もう宮崎店は1日、はい、3月1日と3月の3日のひな祭りが最終日と、はい、で宮崎店が終わりまして、日向店は3月7日からですね、7日から始まりまして、18日は土曜日ですねとなります。なので日向宮崎の北の方、県北の方の方はお待たせしました、宮崎店宮崎市周りの方はもうあとわずかですと、よろしくお願いします。はい、では行きましょう、じゃ刺しましょう、刺したよっていうところまで、ここまで刺したみたいです、覚えてない覚えてないんですけど、あんまりで、次を 2列ずつで、2列を3回で刺して、今度これを3列で刺すかどうかっていう話ですね。3列行ってみます。3列行くなら どこから行ったらいいですかね。こっちから行った方がいいの、こっちから行った方がいいかな、ね、こう行ってこう行ってこう行って、あ、じゃあここで終わらん方がいいね、ここで、あ、そっか、終わりを考えると2列で行った方がいいね、そうじゃないね、先生ね、うん、ここのここのさ、ここでここで終わりたいよね、ね、ででもね、次一段になる、次は刺さない、あ、そう、最後が一段になるね、どうしたらいい、しょうがないね、最後に真ん中を刺す、このパターン、ま、そうでしたよね、なんかそんな話してましたよね、してましたよね、こっちから行ってツーッと行って、ここまで来たら、ここをこっち下行ってで、ツーッと行って、で最後はここからこの、ま、真ん中をツーッと行って、でここで終わるね誰にね、相づちないからもうねって言う、ねって画面の向こうの方に問いかけるしかないですよね、そう行きましょうか、そうだったら3列でいけるね、そうしましょうね、ね、ちょっとイレギュラーですけど、当初の予定がだいぶ変わってイレギュラー、でもこれが多分当初の予定だったと思います。なんで2列ずつになったのかをちょっと忘れちゃったけど、なんででしたっけね、忘れたな、忘れた、よし、じゃあちょっといきますね、久しぶりですね、こういって、あとね、そうだ、言っとこうと思った、さきさんがサンキュー宮崎をメンション飛ばしてくださってたんですよね、ツイッターとかも来てたんだけど、ツイッターとかもしてなくて、見るは見たんだけど、サンキュー宮崎、あのチェバさんのサンキュー宮崎の柄で刺してて、ピンクのさらしに刺してて、で何だっけな、あの背景を分銅つなぎのね、ちょっとね薄めの糸の色まではちょっと何だったっけって感じだったけど、でもピンクじゃないけどちょっと薄めのいい感じ、結構その柄があって、あの浮かび上がる感じ、サンキュー宮崎のあの鳥の名前も忘れたな、あれはマンゴーと、鳥の名前よ、なんとかカワセミじゃなかったっけ、ちょっとだけ、マンゴーとなんか鳥さんが浮かび上がる感じっていうのを指してくださってて、で分銅つなぎはあの僕のあのシーズン1の分銅つなぎを聞きながら刺してくださってるっていうので嬉しかった、ありがとうございました、さきさんね、紹介しとかないとね、そうなんですよ、でも素敵な感じでした、本当に背景にね何もないさりげなくある感じがねいい感じでしたね、分銅つなぎもいいね、でね、なんかね
曲線がね、こう天守がいるから言うけどね、曲線が綺麗だった天守のと。で ね、 ね、バック、なんかね、コメント書いてない僕コメントしたやつに返信くださってて、バックステッチともう一個アウトラインなんとかを混ぜてますって書いてた。僕コメントしてないですか、天守。すいません。さきさんのそれに僕コメントしてて、それに返信くださってて、バックライン、書いたんですよ。天守のガタガタだったけど、綺麗ですねって。組み合わせてますと。気になる方はさきさんのインスタグラムを見ていただくと、わかんないけどアウトラインなんかあるんでしょうね。そういう刺し方が、刺し方なのかなんかがあるんでしょうね。からそれをコメントじゃなくてメンションいただきました。ありがとうございます、さきさんね。サンキュー宮崎。あれ、サンキュー宮崎ってもうな、あるうちにはないんですよね、図案っていうか。もうあるんですか、あれ。もうなくなった、刺し子と小銀店で。もう配ってはいないですけど。まあ今は配ってない、はい、もうないんですね。うーん、あれ ないんじゃなくて、あれも売ってたんですかね、あれプレゼント。あ、じゃあもう終わった、全部配り終わったってこと。そうですね。どうなんだろうね。でももう終わったからね。うん、いいです。いや、天守に聞くよ。天守がふわっとしてるから。そうですね。しか言ってないですよ。そうですね。ばっかりですよ。なんかせっかくなんです、天守が最近の刺し子じゃなくてもいいけど、なんかあれば話してもいいですよ。まあ僕も久しぶりなんですけど。僕はもういつでもね、喋ろうと思えば。ない店主。もうない。最近、刺し子話でもいいし、刺し子じゃない話でもいいし、刺し子じゃない話って、どんな、こどっちから刺したらいいんだっけ、こっちから行って、こう行って、こう行って、こっちからやね。でもね、今なんか刺してて、もうすぐ終わるって言ってたけど。そうですね、今、菱形綴り。仕方つづりを刺してるんですね、はい、終わったら取らせてもらっていいですか、はい、もうすぐ刺し終わりそうです。仕方つづりね。あともう一個白爪草も刺してます。白爪草ってなんか難しいやつだっけ。難しいやつ、ちょっと時間かかるなと思って。が刺し終わると。あ、いや、それは今刺し始め。あ、白爪草ね、難しいね。まだ刺してないのがいっぱいあるなと思って。そういえばなんかだるまのやつなんか出ないのよねって、だいぶフライング気味でしたね、だるまの新作が。ああ、まだだね。ね、まだでしょ、それも。あ、これどうしたっけな、間がこうだよね、間が空くけど刺していいんだよね、これこんなに。あ、いいな、一人ごとが、お互い一人ごと。まだです、ちょっと一回忘れましょうかね。そうですね。いや、僕も忘れてたけど、天守がいるから思い出したんだけど、まだ届かない。おかしいなというか、まあ、届くけますっていう感じの連絡ではないでしょ。発売する予定ですな感じでしょ。まだカタログ、この板のカタログとかはでも載ってるんですよね、うん、オンラインでね、糸の方、糸モデルの？糸っていうか、大体カタログがこのだるまのインスタに載ってて、カタログ届かない。毎年色が変わるというね、この。あ、カタログの。あ、そうなんだ。へえ。去年青のやつでしたよね。紺でしたっけ？ああ、今回はその色なんだ。それでも、ね、うん。綺麗やと。色が毎年。あ、その表カタログのね。あれでも天使ボロボロでしたわ。もう綺麗に扱えばいいのに、ボロボロでしたわ、カタログ。ねえ、あれも綺麗に扱いましょうよ。このなんかちょっとすごい前見た時、なんかすごくボロボロだった、ね。大事に扱ってほしいと思って。それは届かないからまだなんじゃないか。まあ多分全国発送するから大変、発送も大変でしょう。うちは小さいお店。
なんでそんな、そんな言い方する。いや、そんなお店に連絡来たんだからいいじゃないですか。新しいのが出るよって。ね。ありがとうでいいんじゃないですか。はい、ね、ありがとうって。ね、だるまさん見てますかね。見てない？見てないかな。忙しいと思うよ。いっぱい作ってるからね、毛糸が。もうそろそろさ、見つかってもいいと思うんだけど、見つからないまだ、さしこちゃん。だるまさんに。見つかってるんじゃない？だるまさんのなんか、いや、関係者各位で出さんといかんね、うん。そろそろ見つけてほしいんだけどな。見つかんないか。もうだいぶ。もうちょっと増えないとダメかもしれない。ああ、見る人？ああ、まあまあ、そう、見る人が増えるとかじゃなくていいんだけど、ちょっと変わった人いないかなで見つかんないかな。だいぶ変わってんだけどな。まあまあそのうちですね。あんまりやってんだよっていう、だるまばっかさしてんだけどな。だるまばっかりって言ってもまだ 6枚じゃない、5枚目だけどね。シーズン6だけど5枚目だけどね。だるましか刺さない人っているのかな。あんまりいないかもしれないかも。だからそういう人がいたら、あ、この人はってなって見つかるかもしれないね。だるまはいるかもよ。だるまが好きです。他のは刺さないって人がね。大体でも刺し子好きな人も、うん、いろいろ刺したいよね。いろいろ刺すし、自分でさ、うん、あの染めたり描いたりする、うん。描いたり染めたりするね。ないですね。おかしいな。もういいです。いいですよ。テンション。ね。今日はこのぐらいにしようかな。短いけど、え、何、あ、まだなんかある？いや、長くさせてもいいけど、久しぶりだから短くてもちょっとね、うん、あ、コメントないんですね。あ、コメント全然紹介しない。全然久しぶりすぎて、あ、そうですね。あ、いや、そんなにとかないんだけど、ちょっとしか、うん、ちょっとずつ、一つスポンさんからもらってた、忘れてた。コメント紹介、いつもの流れを忘れてた。ああ、ごめんなさい、下野さん。待ってたね。まだかなーと思って聞いてたら、あれ終わっちゃったよっていう感じでしたね。ごめんなさい。下野さんですね。4日前。さしこちゃん、こんにちは。こんにちは。ね、今日は休みです。と、いいですね、休み。ね、ししゃもさんもお気遣いありがとうございます。ね、適度に休日を取るように心がけてますよ。と、で、仕事が続くと旦那にも当たっちゃうみたいな、みたいなのでね。で、これ、ね、意識がないってことかな。当たっちゃってる意識がない感じで書いてますね。ところで、さしこちゃんは星占いを信じますか？と、ああ、星占いね。私、占いの動画もよく見るんですけど、20日の、あ、過ぎてるね。あら、ごめんなさいね。もう今日28日ですけど、20日の月曜が魚座新月ってやつだったらしいのです。あ、なんか知ってます、僕も。それはで、それが何かと言いますと、浄化のパワーがものすごい時だったらしくて、人によっては、人によっては眠気がひどいとか、人間関係にも変化があったりするようです。と、新月のパワーがすごいので、ふさわしくないパートナーとは20日までにお別れしてしまうらしいですよ、と。逆に今、別れずにいるパートナーとは一生の付き合いになるそうです。多いですね。だから、さしこちゃんと店主さんの仲は、星占いによって一生ものと保証されましたね。あー、そういうことね。うちだけじゃないと思うんですけどね。我が家も旦那と一生付き合っていくみたいです。と、かっこ笑いで来ました。ありがとうございます、スポンさん。星占いは信じますか？信じる、信じないはあんまり。そうですね。あ、ちょっと長かったな。ちょっとやれよ。ちょっと一回やり直していい？ちょっと気になった。そう、星占い、星座占いでしょ？星座占いはね、信じるか信じないかは、まあいいことだけ信じる感じかな。まあいいことは信じて、悪いことは気をつけるって感じかな。信じるというかね。だから、
あんまりこう、あんまりこうってこともないけど、信じますよ。で、僕、店主に、皆さん多分知らないと思うんですけど、店主に言ったんですけど、星占いの人がいて、僕、見てるんですよ、その人。で、多分皆さんが見てるのは、本当にもうちゃんと、星占いっていう感じの方とかのを見てると思うんですけど、それこそね、占ってもいいですかの人とか、みんな、水晶玉子さんとかも星占いですよね、あれね。あれ何でしたっけ、オリエンタル占星術ですよね。違いましたっけ、水晶玉子さんね。星ひとみさんも、何でしたっけ、なんとか術ですよね。星ですよね。独自のね、言い方にしてるだけで、あといろんなのを混ぜてますよね。で、話が戻るんですけど、僕が見てるのは、皆さん多分知らないだろうな。ラブミードゥさんって知らないでしょ？店主に一回言ったんですけど。あのね、もう全然ね、星占い、知ってる人は知ってる。あのね、ロン毛の男の人です。ロン毛の。もうロン毛もロン毛ですごく腰ぐらいまであるぐらいのロン毛。知らないですよね。その人が欲しいですね。その人が YouTube やってて僕見ますね。毎週やるんですよ。今週は何座がどうとか。で、その人はね、僕知ったのは、トンネルズのタカさんがいるじゃないですか。石橋さんが YouTube してるんですけど、それに出てるので初めて知って、だいたい当たる、もう有名なんですよ。その業界では多分。すごく当たるで、店主に行ったのはそのサッカーの一時なんだっけ決勝突破、あれを1位でとか、まあ、他のもなんだけど予測した人多分いないんじゃないかっていう、その人のはね見ますね。まあ、なんかいろんな人とコラボしてたりするし、それで知ったんですよね、あの店主に行った神社が、ね、あるっていうね。から信じる方は信じるけど、まあそんなにがっつり信じるかっていう感じでもないけど、こうちょっと気にするぐらいで、そのだからそれで新月が魚座がっていうのはなんかね見たから知ってるって言ったんですよね。で、その細かくパートナーとどうたらっていうのをだからそのぐらいの程度です、もう軽く見たりするぐらいですっていう。まあ言ったらねテレビとかでもねやってますわ、番組の最後とかにね、今日の今週のとか占い、ね、目覚ましテレビとかやってんのかな、目覚ましテレビ見ないから分かんないけど、やってますよね。なかなかこう毎日のことだったり見てても信じるって、ラッキーフードはなんとかって言われても食べないもん、食べないやつとか出ますよね。なんかもうだからそれに寄せていくっていうとこまでは全然ないから、もうそこまでの軽い感じですね。嫌いじゃないけどすごく信じるまではいかないっていう人並みというか一般的な感じ。店主どうですか、気になる星占いみたいなあります？あんま雑誌のこう裏とかね、雑誌の裏ねついてたらどうかなって見る見る。あれ、しっぱりすぎた。シポンさんは何の人を見たんでしょうね。なんかいるんでしょうね、多分ね。このコメントくださってるやつは誰か、そういう星占いの人がいるんでしょうね。あの人も星占いじゃなかったり、鏡隆二さんとかも星占い、鏡隆二さん知ってる？知らない？この男の人で、あの人も昔からいる。あの人も星じゃなかったかな、星占いじゃなかったかな。おった。あ、ちょっともう結局長くなっちゃった。下野さんありがとうございます。ね、ありがとうございます。一生、なんて書いてます？一生ものと保証されましたね、トラムね。下野さんから保証されたから。下野さんの見てる星占いを通じて保証されたから良かったですね、ですね。頑張りましょう。頑張っていきましょう。これからもね。3月も頑張っていきましょう。
よし、ちょっと長くなりそうだからちょっとやめようかな。天使もね、今日日向店営業日だから、はい、で明日1日、3月1日と3日は宮崎店ですね。で日向店が7日から火曜日からの緑園店の開催となります。で電車もお仕事行って、で僕はこの後ちょっと紙とペンシルも全然してないのでします。あのね、紙とペンシルでね、これありました、これ今言っとこう。これ店主に聞いたら、緑のやっぱ店主に渡しててありましたよ。これで刺しますね。ね、店主ね。はい。もう行きたそう。もう気持ちがもう仕事に行きたそう。ああ、火が入ってきた。はい、じゃあ今日は以上となります。ご視聴ありがとうございました。